今回はとある介護福祉士の早番に密着した。おはようございます。はい、今日お願いします。はい、そうですね、今5時50分、6時くらいなんですけど、早番勤務っていうところで、そうですね、それなりには忙しいとは思うんですけれども、はい、いや、ただそのプライバシーとかね、あるんで、ちょっと見ていただけるところは見ていただいてという形になると思うんですけども、よろしくお願いします。出勤してすぐに確認作業があるようだ。あ、今昨日僕休みだったんで、昨日の日勤帯の様子と、あと夜間帯の様子とかをちょっと確認してますね。申し送り見てます。はい、やっぱり介護実態というか、介護のお仕事ってその日その日を乗り越えればいいっていうだけじゃなくて、その前日に何があったとか、その前の日、一昨日は何があったとかっていうのもやっぱり確認しなきゃいけないので、必ず見るんじゃないですかね、こういう申し送りって。出勤したら全員、申し送りの確認が終わるとすぐに利用者の離床解除が始まる。全員離床し終わった後は食事解除。利用者の口の動きを確認しながら提供しなければいけないため気を使う。食事を食べた後は排泄解除がある。身体的な負担は大きいが必要な仕事だ。入浴解除は皮膚観察が一番可能な瞬間のため、利用者の観察のスキルが必要となる。午前の仕事が終了し休憩時間となる。この時間が職場で一番の私服の時であろうことは予測がつく。そうですね、はい、やっぱりパッと食べれるものの方がいいのかなっていうのと、やっぱ休みたいんで休憩中って、なんでやっぱりこうパッと食べれるもので、なんかこう済ませたいなっていうのは、いつもカップ麺ですね。今日はたまたまラーメンなんですけど、いつもカップ焼きそば食べてますね。はい、日中の休憩は交代制のため、ゆっくりラーメンを食べることができるが、夜間帯だとワンオペということもあり、ナースコールがあった際は麺が伸びてしまうとのことだ。それだけ夜勤という業務は辛いようだ。そうですね、お昼からセンサーの動作確認とか、あとはその、利用者さんが用事あったらコールが鳴ったりするので、そのコール対応とかそこら辺になりますね。あとは他のユニットとかからその応援の依頼とかがあれば、そちらの対応に回ったりだとか、そういったことになりますかね、基本的には。はい、午前中にその排泄解除であったりだとか入浴解除をしていったので、お昼からそういったね業務になりますね。はい、どうぞなさいました。こうして午後からの勤務も様々な業務があり、介護職員にはそれだけ必要不可欠なスキルが求められる。センサー待っての動作確認も転倒を防ぐために必要不可欠な業務の一つだ。ちょっと別のフロアなんですけど、そちらの方のヘルプですね、ヘルプに呼ばれたんで、ちょっと行かなきゃなんないんで行ってきます。はい、すいません。別フロアのヘルプから戻ってきた時の表情は沈んでいた。一体何かあったのだろうか。いや、ヘルプ行ってたと思うんですけど、その時にちょっと事故ありまして、で、対応してたのが僕なので、それでちょっと事故報告書を作成っていう形ですね。はい、詳細は言えないんですけれども、利用者さんの名前とか、そちらの方は言えないんですけれども、暴言暴力あるのか、ある利用者さんなんですけれども、やっぱり自分の身ですよね、僕の身自体は守らなきゃいけないっていうところで、一応その腕を振りかざされた時にちょっと抑えたんですよね。で、抑えたんですけど、その時にちょっとあざというかね、そちらの方ができてしまったので、怪我というかね、内出血というか、そんな形になるので、一応上司に報告したところ、事故報告書書いてというところで、これから作成に入るという形ですね。
はい、まあ、認知症に伴う暴力行為であったりだとか暴言っていうのはもう正直致し方ない部分もあるんじゃないかなとは思ってるんですけど、精神科の受診とかをして、でこう薬の調整をしたりだとかで、まあ、最悪措置入院というかそういった形で対応していただければね一番いいんですけれども、やっぱりこう精神科病棟っていうところも結構入院患者で満床になってるっていう状況もやっぱりどの病院でも結構あるみたいですし、でやっぱり薬の調整してすぐ効くっていうか、まあ、落ち着くっていうわけでもないですし、一応ねいろんなこう薬処方されたりはするんですけれども、それに伴ってやっぱりこう日中こうドロドロっとね意識がしてしまう時もあったりだとかもするので、やっぱり薬っていうところに頼る前に僕たち介護職員もね、まあ、どうやったらその不穏な様子なく落ち着いていただいてで過ごせるかっていうところは模索はしているんですけれども、やっぱり老人ホームでできることって限度がねやっぱりあるので、やっぱりねどこの施設も多分模索しているところではないかなとは思うんですけれども、でも実際にやっぱりそういったね暴力行為のある方、暴言のある方、他の、まあ、ハラスメント、セクハラとかも全部そうですけれども、そういった行動をしてしまう認知症のある利用者さんっていうのはやっぱり少なからずいらっしゃるので、やっぱりねそういうところで僕たちがどうやったら穏やかに過ごしてもらえるのかなっていうところで日々悩んでいるっていうのはやっぱりあるんじゃないですかね、どこの施設でも。ただそういった中でね、まあ、国の方も人員配置基準を3対1から4対1にするっていうこう流れができているんですよね。で、まあ、ICT とかそういったところを導入することによって4対1にできるんじゃないかっていうところで実証が今後されていくんですけれども、ただ ICT とかを導入したからといって別に職員の負担が減るわけでもないですし、正直結局対応していくのはそういった ICT とかセンサーとかそういうものではなく、対応するのは介護職員なの でそういうのを導入したから、じゃあ介護職員楽になったでしょと、じゃあ3対1から4対1にするからねって言われても、結局ねそれは介護職員の負担が増えるだけっていうことにもなりかねないので、なりかねないというかなると思うので、なのでまあもうちょっとねお国というかそういったところにはもうちょっと現場のことは知ってほしいかなというふうに思いますね。はいはい、今日はありがとうございました。全国各地にある介護施設、そんな中今回介護施設の早番の1日に密着した。そこで見えてきたのは介護職員の個々のスキルの高さ、利用者からのハラスメント問題、一つ一つの業務の重要性、それら全てが組み合わせることによって利用者の生活を支えることができている。そういった中で問題視されている人員不足や低賃金の問題、人員配置基準の緩和など、これからの高齢者を支えるにあたって介護職という仕事にもっとスポットを当てて、働く介護職員だけではなく日本全国で考えていかなければいけない問題なのではないだろうか。今後も介護を必要とする人は増えていくのだから、また密着したいと思う。失礼します。